かってるし、まあ俺の人の芝居が何か何言われたのか一瞬分かんない感じなので、もうそのまま別に行っちゃっていいのか、はい、はい、私子供ができたの今4日です。それでちょっと待ってもらう。もう本当にまっすぐ普段のっていうか一番ナチュラルなこれでどうしたらいいんじゃない、うん、井上さん、エリーナはそれがもし森口さんがそうなった場合はもうちょっと早く近づいていけれるような気がしたら、もうちょっとこう早く行ってもっと早く触ってもいいかもしれない。もう一回探ってみましょうか。はい、じゃあもう一回行きます。一番の被害者は当然彼女ではあるんだけど、やはり一番その生命力っていうのかな、前へ進もうとする力をこの映画には絶対必要だと思ったんで、まあそれはあの本作りの時からキャスティングも含めて、やっぱりその井上さんのこう持ってる本来持ってるその生命力というか目の力みたいなものをにかけてみようということが最初でしたね、はい。まあ、テーマはその今言ったその生命力みたいなことだったんで、彼女からその力を感じたいということだったから、それをどういうふうに舞台にしていったらいいんだろうかっていうことはずっとやってて、だからまあ上をね無理に向かない、下をうつむかない、まっすぐ見てで目をそらさないで、それがだから、まあ、映画見てもらえば分かるんですけど、いろんなシーンでお母さんともそうだし岸田さんともそうだし目をそらさないんですよね彼女は。私の言うことは聞けないのにあの女の言うことは聞くの。母さん親だなんて思ってないんでしょ、私のこと苦しめたいんでしょ、違う、私が親じゃなかったらこんな目に遭わないのにって思ってるんでしょ、あの女を自分から取り上げたのは私だって思ってるんでしょ。違う。お母さん、ごめんなさい。やっぱりあのガツンと重いとこから入るのがエリーナの場合はいいんじゃないかっていう、あそこがやっぱり彼女の原点みたいなところがあるんで、そこから初日に入れたっていうのは井上さんもそうだし僕らもなんかそこで少し見えてきたっていうのがあった初日だったという記憶がありますね。何ぼーっとしてんの、早く。ありがとう。エリナは本当に難しいですね。やっぱり原作を読んでてもそうですし、台本を読んでからもそうですし、演じてからも本当に振り幅が大きいと言いますか。でも4歳まで誘拐されたっていうその普通ではない環境の中で育ったエリナだけど、でも決して悲観的に物事や人生を捉えているわけではなくて、ただ本当に私は普通の女の子なのかなっていうのが至って普通というか。はい、OK です。はい、3日じゃないです。そうなんだ。ちょっと座ろうか。座って飲もうよ。やっぱり喋りたくない。本当に覚えてないです。話しても誘拐犯に育てられたとかって特殊すぎてない。井上さんは昔ドラマで共演したんですよ。4、5年ぐらい前ですかね。その時に
それ連続ドラマだったんですけど、最初の頃恋仲になるっていう予定ってそういう噂を聞いてたんですよ、監督からも。なのにそのドラマ、連続ドラマですから途中どんどん話変わっていくじゃないですか。で結局恋仲にならずにふわーっと終わっていったんですよね。なのでこうなんかまあ全く別の話ですけども、やっと結ばれたなっていう思いがあります。笑顔になってくるからゆっくり入ってくるタイミングで言おうって言った後ですよ。はい、いらっしゃいませ。これはね、難しかったんですよね、このキャスティングがすごく。僕はあまり普通バラエティとかあまり見ないから、知らないんですよ、テレビの彼を。ただその今まで見た映画とかちょこって出てた感じですごくいいなとは思ってたんで、独特なつかみどころがない感じが、その役に、岸田さんという役に非常にこう近いかなと思って、うん、想像通りというかやっぱり不思議な感じで噛み合わない感じが良かったと思いますけど、はい、はい、スタート。何行こうかな、あれかな、参加してないんですが、3日間とは思えない、充実感、そして開放感を今味わってますね、はい、現場で大変でした。これはまあ多分どの役者の方に聞いても一緒の答えじゃないでしょうか。僕は個人的にはそこの岸田さんとの別れがすごい難しいなと思ってたんだけど、あれは逆にすごく見事にやってくれたんでびっくりしたのを覚えてますね。まあ、彼女にとって波動が高かったらどうかは分かんないけど、僕にはすごく難しいと思ってたんですよ。あそこで妊娠してるかもしれない、妊娠が分かった上で、でもそのありがとうって、今までありがとうって言って気持ちの奥では大好きなんだけども別れる、キワコと同じ道は行かないっていう、その瞬間に決意するんですけど、で会う前にこう決めて会うわけじゃないじゃないですか。産んでいいよって言ったら、あそこでまた何かが変わったかもしれないっていう芝居は非常に難しいなと思ったんだけど、あれは本当にスッとで、ふっとなんか涙目になってやってくれたんで、なんか逆にすごいと思いました。多分その千草と本格的に千草がもう一回学校に来て妊娠したということをエリナが告げて、それで公園でビールを飲んでというシーンなんですけれど、そのある部分を超えちゃうと本当にうざいその存在になってしまうっていうのが台本でもものすごく気を使ってたところなんで、そこの線引きのをどうしようかという相談を3人でしたんだと思います多分、うん、そこのありようっていうのが多分一番探ってた頃かなっていう。やっぱりもう本当に人がこう生きていく力っていうか、それと希望っていうのかな。欲しかったのはキワコじゃなくてエリちゃんだったのと思う。私
なんで純粋概要の天使が欲しかったの。あれで、それで京子も出てるんだよね。だから記憶は戻らないけど、なんとなくこの世界に入ってたことで、なんかザワ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 し始めたからね、うん、それでホテルで、なんか、まあいいよ、来たはものの、ガーッと不安になっちゃって、相手とかやってみてください、あの、喋りと猫背の感じを、はい、ちょっとそのはしゃぎ方と、はい、はい、じゃあもう一回動きやります。井上真央、小池栄子というそのある意味こう個性がね、あのちょうど良かったのかなっていう感じは、はい、してますけど、はい、何だったの。まあ駆け込み寺っていう感じかな。エンゼルさんたちは喜和子が誘拐犯だと知っててかくまってたんだよ。エンゼルさんが欲しかったのは喜和子じゃなくてエリちゃんだったんだと思う。なんで。ただまあその今回はまあ井上さんもそう、まあ、ちゃんもそうなんだけど、その一筋縄ではいかない役なんで、まああのやっぱり難しかったんだろうなと思いますけど、よくね頑張ってくれたと思います。やめなよ、もう電車ないよね。面白がってんでしょ。全部書くね。誘拐された子供は不倫して子供作って犯人と同じことしてるって。隙を与えず気がついたらもうちぐさが泣いてるってぐらいのスピードで一気にこう、いや一つ一つこうあのちゃんと丁寧に鍛えなくちゃいい。ここはもう流れるわっていけば。それでなんで母親になれるって思うの。なれるわけないよ。だって知らないもん。どうやって叱ってどうやって可愛がってどうやって仲良くなっていいか分かんないよ。母親になんかなれないよ。聞いてんの。嫌なら書かない。何も書かない。生理的に違和感はない。生理的には違和感はないですけど、自分の無意識の中でその小豆島が近づいていくことがやっぱりどこか怖い。撮影中はあの正直ものすごく忙しかったんで本当に大変だったと思いますけど、それでもその集中力を切らさずにやりきったっていうのはすごい根性だなと思いましたね。僕には絶対できないと思いましたけどね。私に言ったよね、あんたは悪くないって。一つはその妊娠してさっき言ったようにそんなにまだもう確信犯ではないんだけど、何かがここから変わるかなって気を見てると、ここからそのちょうど映画の半分でそのラストシーンに向かって第二章に入る母親としての存在だから、少しこうなんか強さも欲しい。今までのエリナの声プラスそのちっちゃな命がこう掛け算になっていくのここから、それでここから始まっていってその最後のフラッグオンの時にもう一緒にいるのこの子が好きだっていう。よーい、スタート。今ねちょうどこのくらいなんだって。どうしたのそれ。病院でもらった。かわいいね。でしょ。産むの。どうやって育てるの。岸田さんには言ったの。
次に行きたいっていう、そのあエリナも次に行きたい、ちゃんとこの子産むって決めた以上、それで久さんとも産められない、どうなるか不安でしょうがないけど、でも次に進むんだっていう、なんかその前へ行く感じ、うん、まだ分からないんだけど、それで前に行こうって思うのはまあラストシーンなんだけど、でもそれのなんか始まりっていうか、そういう感じで始まりと同時に悩みの始まりにもなるわけだけど、この前今日 の家をもうお母さんにとのやり取りとか、やりながらもちゃんと伝えることですよね。そうきちんとこのことをなんか伝える、今までこう昨日のベッドシーンみたいな伝え方ではなくて、ある生命力のある伝え方ができればいい。なんで行くわけないじゃん、なんで私がそんなとこ行かなきゃならないの、見たいものなんかない。受け入れ方としてね、本当に真っ白い。